FIFA 22キャリアモード北海道コンサドーレ札幌編、今日もやっていきます。今日はアジアコンチネンタルカップのセカンドレグとなっております。ファーストレグがね、8対2で勝ったので、多少余裕はあるんですけども、これ勝てば決勝戦ということで、油断は一切せずやっていきたいと思います。ただメンバーは完全ベストメンバーってよりは、ベストメンバー中心で若干メンバー変えていくみたいな感じでいこうと思ってます。で、メンバーはちょっとイメージはもうしてあるんですけど、早めにやろう。岩崎選手はトスでもこのポジションやってたりしますよね。ルーカス選手の方がいいかな。これで中島選手出したいんだよ。やっぱ育てたいので。岡村選手。ここで岡村選手。ここ柳選手の方がいいな。サブに入れよう。あとは、誰だろう。駒井選手かな、やっぱり。こんな感じでいけたらと思ってます。キャプテンは誰？舞選手。OK、これでいきます。よし。それではやっていきたいと思いサッカーまファンの皆す。さん、こんばんは。ACL じゃない、アサッジアカーコ中ンチ継ネンのタル時カッ間がプやってきました。セカンドレこグの試合、アルヒラル戦です。スタジアムのサポーターからも勝心機とつ。伝わってきています。8実対況2はで西勝っ岡たけど、隆さ史、らに勝つ目解説標。にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。どうサでイしょう、低限ね、運本当は命の準決勝進となった出、と決いう勝進出できこればれいいんはです大け事ど。な試合になりそうですね。ファーストレグは今日のホームチームが大差で勝利しましたね。後がなくなったアウェーチームですが、この試合は開き直って序盤からガンガン攻めていくしかありませんね。よしよしよし。ラインを割ってスローインです。いいところでインターセプトしました。やばいぞこれ。よー。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴お、りましたが、得運点がラなンキかっンたグですね。2位ですね。中島選手ね。で、カカ選手も本当は休ませたかったんだけど、カカ選手は、欠かせないというとギャグみたいになっちゃうんですけど、本当欠かせないので、ちょっと相手強かったら出したいなと思ってました。やべ、危ねえ。危険な位置いやで圧ー、めっ力ちゃを追っかてくけんまな。す。プレスが効いています。前でボールを危ね。取り返しました。狙いやっぱはね、いいこもの前の8の、対2で勝ちはし味方たもが押のの、されめちゃまくしちゃた強いんね。ですよね、多分相す手ごいんが。です。なんで勝ったか分かんないですよ、実際。このそパれスは通で、しません。中東強いからな。あ、危ね。通るか、これ。お、来た。なんか来た。こぼれてきた。これは運がない。バーを越えました。判断は中正しか東っのたとリー思グいのます試合っが、て見てる人精とか度いはいるんかでがすかだったでね、しょうか。日本人で。なんか今ならインターネットとか使えば簡単に見れそうではあるけど、追ってる人はいるのムかサ・マレガ。な。あ、ムサマレがいいんだよな。ただオルンガ選手もプレイしてたりしたから、追っいいてると人いころるを出かもした。いいね。うクロスわーっだ。と。このクリアは小さい。高い位置で取り返しました。これはチャンスか。なんかいろんなね、各リーグを見てる人同士で話しカー合っトてほししいまでしすよた。ね。ここはどうそすのるか。専門家みたいな人が、なんかテレビボール番を組とか運んで、でいます。けど違法シュにー見てトまのすチみャたンいスか。な、試合中盤ここに 違法先で見制てまゴすみールをたいもになたるらした。から、嬉しいゴールで公すに言えね。ないかもしれないけど。この得点が試合を大きく動かしそうです。マークがついていましたが、くしっそ。かりシュートを決めましたね。何度見ても素晴らしいゴールです。まだ8対3だ。2試合合わせて8対3だ。そう、前回このゲーム内ではブライリーズグの陣戦にでアビスパ福岡に負けボたんールですよがね、そういえ激ば。しく。だから勝ちボたいールんでをすよ。取り返します。ムサ・マレガ。ムサ・マレが、やばいやばいやおっばい、と、これはいいぞ。ふざけてる場合じゃん。やばい、これ、さあ、うボわ、危ールないっをすけ取ることができるか。1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。
思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを。ショートコーナーか。ショートコーナーです。中のクリア。いいクロスが入ります。ちょちょちょ、うわ。うわ。これは見事なボレーでした。リプレイを見てみましょう。ショートコーナーからうまく展開しました、ね。ちょっとこっちがヘディングで落としちゃったな。残念。同じ選手か入れたの。ちょ、やばいやばいやばい。これは気の緩みか。いけるという気の緩みなのか。いや、惜しい。狙ってたのに。あ、オッケー。これもしかしてめっちゃ追いつかれてくるパターンある？もしかして。どんどん。合計スコア8対7くらいになる。みたいな。やば。ちょ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 、危ねえ。あっと、これは危ない。クリアミスです。強いな。ここはなんとかしのぎ切りましたね。うわ、あ、強い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 よ。オッケー、ナイス。中島選手はアジアコンチネンタルカップの得点を目指そうか。強かったな今。ボールを奪ったところから攻撃が始まりましたね。よし。これは見事なゴールでした。これで9対4だっけ。2試合合計9対4。 OK 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 OK。 ムサ・マレガ、これはサイドを上がれそうです。よし、この攻撃は失敗です。ボールは相手に。あ、これパス。あ、やばい、取られると思った。出した瞬間に。ムサ・マレガ、ナイスキー。キーパーが飛びついて守ります。中野小次郎選手、ナイスキー。中に入れた。よし、ボールをクリアしました。コーナーキックになります。クリア。ボールはエリアへ。ナイス。おっと、クリアミスか。よし、来た。カウンターカウンター。ここはカウンターアタックを狙うか。めっちゃ駆け引きしてるけど前で。これは無理だな。前に進んでいます。クロスだ。クロスの質が良くありません。ゴールキックになります。スライダーみたいな軌道。ヘッド、ヘッド1番。ちょいちょいちょい、キーパーキーパー。あー、ナイスキー、ナイスキー。チームのピンチを見事に救いましたね。まあ前半1点差でビハインドならまだ。あ、ぶね。キーパー反応した。ボールを弾く。よし。カウンターを狙っても面白そうです。来た。うわー、いいね。抜ける。あ、抜けない。あ、いいよいいよ、これはいい連動。よし、よし。すごくないですか、中島選手でこんだけ点取れるの。めちゃくちゃ使いやすいですよ。得点につなげるまでの流れも良かったんですが、プレスをかけていたことが功を奏しましたね。なんかね、めちゃくちゃ足に吸い付くような感じではないと、うまく前に行くんですよね、全部。ナイス。スタメン抜擢に応える活躍。ムサ・マレガ、まあ、イグアイン選手もねこのチームの選手なんだけど、まあ、得点ランキング多分並んだんですよね、この大会の。味方の選手と間違えたんでしょうか。相手にパスしてしまいました。来た。オフサイド。繋がればチャンスでしたが、オフサイドフラッグが上がっています。もう少しオフサイドラインを意識すべきでしたね。すいません、それはすいません。チャンヒョンス、いいよ。しプレスが決めている。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。イエローが出ました。いいよ。し少し抗議していますね。マレクハムシク、うわ、繋がない。これは見事に奪いました。え、どうした。あれ、今更
ディショナルタイムが2分追加されました。ハムシュクにチャンスです。あ、やばい、ここは通しません。あ、2分か、まだあるな。ロスタイム、ロスタイムって言っちゃった。ドリブルで果敢に攻め込みます。クロスボールがボックス内の味方へ。よし、終わり。前半終了です。スコアは2対2。前半、まあいいとこじゃないですかね。ポゼッションは無効完全。3本のシュートで2点。いいですね。後半のキックオフです。この試合はお互い負けられませんからね。まずは立ち上がりの作戦を見てみましょう。うわ、取られた。これはどうなりますか。これは全然うわ、危ね。うわ、入った。ゴールが決まった。マレガか。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。このパスはうまい、確かに。ナイス。ナイスゴール。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ここ。ここ。ここ。ああ、ずれてる。取り返しました。あの打ち方、いい狙いだったと思ったんですが、ちょっと運がなかったですね。うわ、スライディングしてきたよ。ここでカットしました。ちょっとめっちゃ体張ってくるな、さすがに。ムサ・マレが中央へのクロスです。うまっ、危ね。クリアが小さい。ヘッド、クリアしきれません。よし。いやー、ナイスキー。ちょ、早いけど変えよう。ここで。ここで違う選手を出して。ハムシック選手がイシャク。ちょっと岡村選手入れよう。これでいこう。ファインプレーです。どうやら選手の交代があるようです。コーナー1本も札幌はないんだ。さあ、ボールを蹴った。ナイス。クリアしきれない。ナイス。相手のチャンスとなるか。カウンター。ここを一気に攻め込んでいくのか。イシャク選手も早いな。お、これは狙います。オッケー、ナイス。あー、入ってない。マジか。入ったと思った。最初のセーブが素晴らしかったですね。今セーブした。 OK、 ナイス。タックルで相手の攻撃。カカ選手左でも絶対いけるな。スローインです。左のセンターバック早いし。選手の交代があります。退場の可能性を考慮ということでしょうか。なんでイエローもらったやつ交代した、もしかして。味方がサポートに来ます。わお、キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。あと2点いこう、いけるよ時間的には。ショートコーナーですね。クリア。シュートハンドクリアです。ね、ちょ、マジかよ。ピンボールで入っちゃった。この選手はこれで2得点です。ピンボールじゃん今の。この失点は監督も一体何をしてるんだと言いたくなるでしょうね。クリアするなら一旦外に。けどちゃんと狙ってヒッティングしてるのはさすがですね。それは偶然当たった感じじゃない今。狙ってる。パスをつないできましたが、ここで奪われました。やべ。素晴らしいスルーパス。オッケー。ああ。カットします。惜しい。やばいな。このままだと決勝にはいけるけど、情けない試合だな。結構。ああ、ちょっと待って。ナイス。せっかく中島選手が2点入れてるのにね。カウンターのチャンスが巡ってきた。かか。カウンターになります。いや、もったいない。ここはキーパーがよく抑えました。
ムサ・マレガ。取れないな。このパスは少しずれたようで繋がりません。スローマレが交代した。やった。ここは選手を変えるようです。よし、取った。よっしゃ、取った。いいところへ出しました。イエス。まだいける、まだいける。確かにシュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点のような気がします。まあ決勝はいけるとは思うけど、このゲーム自体を勝ちたいよね。タックルでボールが外に出ました。相手のスローインです。よし、こっちボールだ。今度はスローインです。あ、もったいない。やべ、相手に渡りました。あ、いいとこ行った。ここはどうしたでしょうか。ここ来た。よっしゃ、来た。味方に合わせました。イエス、ナイス。再び得点です。これで同点。このゴールがとどめかもしれません。点差がさらに開きます。強いチームですね。さすがイシャク。このまま行けばまだまだゴールを奪えそうです。2試合合計12対6。もしあと6点取られなければいけるぞ。ファールを取りません。流しましたか。ここで取り返します。よっしゃ、来た。いいタックルでした。あ、てか中島選手フルで出すって珍しいの初めてじゃない多分。いつもフォワード、センターフォワードは変えてましたからね。やばいやばい。ここでちょっとやっぱマレがでいなくなってから楽になったの少し。さあ、カウンターを仕掛けるか。よっしゃ、イシャク。カウンターのチャンスが続く。イシャク。いやー、取れる取れる。来た。いい位置でインターセプト。チャンスになるか。慎重にボールを動かしています。イエス。イシャク、イエス。得点したチームは喜びを爆発させ、失点したチームはがっくりと肩を落としています。このシュートマジでイシャクはうまい。ほんのわずかな差が明暗を分けましたね。打った選手を褒めましょう。イシャク選手のもう得意技ですよこれは。めっちゃ監督喜んでたじゃん今。切らなければよかった。満足のいくものだと思います。ファールだ。プレーを止めました。フリーキックです。でも俺このパターンで追いつかれることとか結構あるからな。このクリアは小さい。勝って終わりたいね。危ない局面でしたが、なんとか取られましたね。ああ、取られた。やばいやばい。これはやばい。空いているスペースが見えたか。ああ、危ない。オフサイド。これは残念。ほんの少しだけ飛び出しが早かったが、これは悔しい。よし。視野が広い。タックルでしのいだ。うわ。素晴らしいボールです。取れる取れる。オッケー。カットしました。いいよ。絶妙なパスです。さあ裏に抜けた。クリアが小さい。これを守り切れるのか。ここはオフサイドの判定です。オフサイドポジションに長くとどまりすぎですね。あれではパスを出す側もどうしてほしいのかわからないでしょう。取れる。パスは通さない。うわあ。ここはボールをダッシュしました。時間が、時間が。よし、勝った。オッケー。試合終了。ホームチームが決勝進出。果たしました。文句なしの勝利ですね。準決勝の重圧にも負けず、これだけ得点する力があるのは素晴らしいです。現在のパフォーマンスを保てれば決勝戦もかなり見込みが。いや、これ準決勝2試合ともね勝つことができたのはでかいですね。気持ち的にも。
よかった。厳しい戦いでしたけども、なんとか2試合合計も13対10、あ、16じゃない、6っていういいスコアですし、よかったんじゃないかなと思います、今日は。結構攻められてたね、今、スタッツ見たら。わ、来ましたね、決勝。いつだ、決勝。あ、こんな後じゃないんだ。ここすぐじゃん、もう。ここで、ここ。しかも日程詰まってんな。ここ絶対休ませないとやばいじゃん。マジかよ。なんでこの辺じゃないの？あ、違う、なんでここ。あ、これ12月だもんな。マジか、あそこか。ちょっと、すぐだと思うんで。アジアコンチネンタルカップ決勝。こことここやって、ここですね。楽しみにやっていきたいと思います。決勝戦。それでは今日はね、前回がリーグ戦アビスパ戦1試合やって負けてしまったんですけど、今回なんとか勝つことができました。そしてもう結構リーグ終盤になってきているので、優勝とか、まあ、3冠狙える位置にいますので、そこを目指して今やっていきたいと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。失礼します。